全力攻撃だ。これが運命です。師匠の技を喰らいなさい。痛いから我慢しろよ。コンチャース、今回はタルタリアの面白い編成を考えてみたので、それを紹介する動画になるぜ。ウィースコンチャース、一応現在ガチャに登場しているタルタリアだね。まあもっと早く作るべきだった気はするけど、気はするだけで。今回はどんな内容なのかというと、タルタリアとモナを使って2回水爆しようっていう動画になります。どっかで見たことあるけど、気のせい。ちなみに元ネタなんですが、ベネット、アンバー、タルタリア、モナで水爆連打なんですが、アンバーをシャンリンに変えてみたって感じの編成を紹介予定です。これって瞬間的な火力がすごいってあれだよね。なんだっけ、アンバーの減速着クールタイムが0秒なのを利用してうんたらかんたらなんだっけ。これタルタリアのスキルの蒸発も挟むことができるんだっけな。で、今回の編成なんですが、ベネットに吸気族4セットをつけて、吸気族の12秒間で能動的に動く、原神事変、能動的12秒間をやろうっていうわけですよ。どうも、ミホネ林よです。で、これ何してるのか、パッと見わからないと思うんで、スローにして一個一個解説していきたいと思います。パッと見普通に爆発回してるだけなんだけど、結構いろいろ考えてます。まあ、プレイは依頼したんですが。で、ベネットの生物は吸気族4で固定なんですが、他は後で適当におすすめ生物や武器を紹介します。ここからは手順と内容の説明です。まあ操作難易度はかなり高いんだけど許して。1ベネットで炎元素付与で、ここで吸気族12秒が起動。2モナで元素爆発して、少しモナで出したまんまで水爆の待機をします。 2.5 秒ほどかな。3シャンリネチェンジして爆発を発動。4モナの水爆のデバフとモナの1突効果を起動。モナの1突効果は今回だと蒸発ダメージがアップすることだけ知っておいて、5蒸発のクールタイム分 2.5 秒ほど待機して、タルタリアで剣爆発でフィニッシュで、ここからはシャンリンの爆発中ひたすら、タルタリアで殴ってシャンリン爆発の蒸発を狙います。で、今回シャンリンを起用した理由なんですが、シャンリンの元素爆発は4突していると、そこそこ長い間継続します。ですが、アンバーの元素爆発は数秒しか起動しないので、継戦能力を考えた時にはこちらの編成がいいかなって思いました。まあ、ほぼ役で俺の考えた最強編成、っていう感じのノリが好きなのでご了承ください。ちなみに、シャンリンの爆発が終わった後は、タヌキとモナのデコイとベネットのスキルで、どうにかスキルを貯めてください。まあ、タヌキの蒸発でも、そこそこダメージが出せますよね。モナで銃撃蒸発してもいいような気も？まあ、タルタリアのチャージがどうしても足りない場合は、弓爆発からの双剣攻撃に切り替えてください。依頼した方に聞いたら、チャージ機にならなかったって言われました。ということで、編成とおすすめ武器とかの紹介へ移りましょう。はい。星5を入れると大体こんな感じの優先度になります。できるだけ爆発で火力出したいのはもちろんなんですが、一定時間双剣で殴るので。できるだけ、どっちの火力も伸ばしたい、という感じですね。冬極と天空以外は、どれくらい双剣で殴るかによって若干変わりそうではありますが、大体こんな感じでしょう。コスト重視で考えると、絶弦をおすすめしたいですね。絶弦貫突なら、無突の名言と同じくらいらしいのですが、まあ、名言あれば名言を使いましょう。細かい計算はしていないので、意見等ありましたらお願いします。とりあえず、メインは水爆2連だったので、ここからは補足的なサムシングです。はい、生物なんですが、吸気族と何かの2セットずつがいいと思っています。
先ほども言いましたが、爆発をしつつ、双剣でも攻撃するんで。爆発だけ特化にすると、バランスが悪いなって感じがしました。ということで、しめ縄や剣闘士、近隣がいいかな。一応楽団も候補に入れたけど、爆発特化になっちゃうか。最初は旧貴族4を考えていたんですが、ベネットと重複しちゃうのでやめました。ベネットに教官4とかも考えたんだけど、時間足りなさそうなのと、いろいろ複雑になりそうでやめました。まあ旧貴族4にしても、恩恵タルタリアだけになっちゃうからな。ベネットに教官4つけるなら、モナに旧貴族4といったところでしょうか。まあ、タルタリアは貴族と攻撃ダメージが上がる。生物を2セットずつで使うのが無難です。で、残りのメンバーですが。ベネットなんですが、編成的には教官でもワンチャンある気がしますが、とりあえず旧貴族4を進めます。今回はベネットくん爆発撃つだけだから、攻撃力の高い武器持って、爆発を撃つのが大事だね。ダークアレイも風高剣も天空も、ガチャでの入手難易度は高いな。他の星4だと、残眼試作とか攻撃力が高めだね。ただ、個人的には腐食の剣の方をおすすめしたいけど。完全イベント武器だから、持ってる人が限られそうだね。まあ、爆発が回せるのが一番で、風高剣や残眼試作なんかは、使いどころがかなり限られるんで、お手持ちの装備と相談してください。とりあえず爆発さえ回ればいいので、最悪祭礼でもいいような気はします。まあ超妥協のラインな気はしますが、まあベネットはこんな感じかな。シャンリンですが、武器は火力が出ればいいです。で、生物ですが、蒸発を絡めたいので、火魔女4がいいかなって思いました。ちなみに、バッチリシャンリンでも火力を出したいので、それなりに厳選した方がいいと思います。水爆後は、シャンリンの爆発で、火力を狙いたいですね。ただ、絶縁の方が、チャージを盛りやすいかな？今回の編成は、全体的にチャージが欲しいんですよね。会心系を上げるのはもちろんのこと、チャージにも気を配って厳選したいですね。まあ、普通に爆発運用のシャンリンを用意してくだされば問題ないと思います。Beef or chicken?はい、モナなんですが、竜殺しを持たせて全てをタルタリアに託すのと、ルローとか装備して、火力特化にするのと、2パターンあるんですが、自分は火力特化の方をおすすめします。その理由なんですが、タルタリアのミートタイムに、シャンリンのタヌキとモナのデコイで、ダメージをできるだけ稼ぎたいって考えだからです。タルタリアのミートタイムは割り切って、粒子だけ貯めるわって方なら竜殺しでもいいかも。一応、シャンリンの爆発にも竜殺し乗るし、まあどうなんでしょうね。とりあえず、火力といえばルローって思ってるんですが、違ったらすみません。自分は無難に、死風減点持たせてます。ちなみに、モナでデコイを置き直すとすぐに破裂してすぐに1個目のスキルの粒子が出るんで、爆発の回転を考えるんなら、祭礼の本でもいいんではって思っています。よく、モナに祭礼はないだろうって言われてるんで、どうなのかは知りませんけど。まあ、爆発で必ず蒸発を起こすなら、ありな気もしています。その分厳選の難易度が上がるんですけどね。なかなか悩ましい部分です。とりあえず、モナは爆発特化にして、運用してください。ちなみに生物は、絶縁がなかったら、旧貴族2と何かしら火力上がる生物をつけましょう。剣闘士かしめ縄か近隣か、楽団になるのかな。ベネットを教官4にする場合、旧貴族4でもいい気がしますが、それは、試していないので、何とも言えません。そんなところです。最後に欲しい突数を紹介して終わります。はい、超無難なところです。ちなみにこの動画は、最初の運用方法以外、大体どこでも同じこと言われてる感じの内容なので、ここまで見てくれる人は愛だね、ありがとうございます。突数ですが、欲しいとすれば指定難突って感じです。シャンリンの爆発中殴るのがメインなので、タルタリアは2突あればベターですが、無突でも問題ないです。ベネットとシャンリンは、いつも通りです。多分どの動画も同じこと言ってます。モナは工場なので、突しにくいんですが、1突してるだけで個人的にかなり変わった感じがしました。まあ、運用以外の解説はどっかで見たことある、って感じになるのが辛いね。はい、ということで今回の動画のメインは開幕の数分でした。というわけで、今回の動画はここまでになります。なんか、感想とかあったら教えてください。ご視聴ありがとうございました。ちなみに20日にワクチン2回目打つんで、動画投稿がどうなるか未定です。はい、それでは、皆さんさようなら。